こんにちは、たかしです。メンバーシップとファーストタグよろしくお願いします。今回はですね、線画工程の解説をしていきます。使用ツールがこちら、 iPad Pro 12.9 インチ、 Apple Pencil 第2世代、クリップスタジオペイント EX for iPad の3つになります。ペンツールがこちら、入り抜き以外は均一で癖がないペンになります。少しね、先の尖ったミリペンって感じですね。この設定だけでもカスタマイズできると思うので、ぜひ参考にしてください。はい、線画を描く時のコツなんですけど、一本線で描くことがかなり大事になってきます。習字やったことある人ならわかると思うんですけど、ああいう感覚です。それでは早速解説に参ります。はい、ではまずは顔から描いていきます。輪郭は複雑なカーブがかかっていて、一気に描くのが難しいので、3本ほどカーブを区切って描きます。その方がね、下書きに忠実に引きやすいかなと思います。そうしましたら、区切った部分の隙間を小さめのブラシで埋めていきます。なるべくね、つなぎ目が目立たないように埋めていきましょう。複雑なパーツはシンプルな記号の組み合わせとして覚えておくと、書き順が想像できるので線が引きやすくなります。画面がね、あちこち動いてて申し訳ないんですが、自分の得意な角度から線を引くと綺麗に引けるので、書きやすい角度にキャンバスを動かしながら線を引いていきます。目の線画もなかなか複雑なので、どの線がどのパーツになるのかを把握しておくのも大切です。ではまずはね、上下のまぶたと瞳を描きます。次にアイラインを意識した線を引きます。そしたらアイラインとまぶたの真ん中あたりが上まつげの生え際と意識して、まつげを加えます。さっきの耳の描き方と同じで、パーツをね、シンプルな記号として覚えておくと、複雑な目の形も描きやすくなるかなと思います。次に口はですね、口の端と上唇の真ん中にインクだまりを表現してあげると、メリハリのついた線になります。好みにはなってくると思いますが、ちょっとね、リアルな口を表現したい方はぜひ試してみてください。はい、次は髪の毛です。髪の表現で大事なのは、どこから線の流れが発生しているのかという意識です。ただただね、下書きに沿って線を引くのではなくて、前髪には前髪のつむじがあるということを意識しながら描いてあげると、線画でもね、髪の立体感を表現できます。で、髪の毛もある程度パターンがあると筆が進みやすいです。で、髪の毛を描く際はベクターレイヤーがおすすめです。こうしてね、重ねて線を引いた時に、ベクターレイヤー専用の消しゴムを使うと、交点まで消してくれる機能があるので、かなり時短になって便利です。なので、細かい毛束を重ねる方にはベクターレイヤーをおすすめします。はい、指先はよく観察すると、爪などで結構複雑な膨らみなどが多いです。細かく複雑なパーツはまず土台を描いてから肉付けすることで描写力がアップします。はい、ベクターレイヤーを使う際の注意点なのですが、ベクター専用の消しゴムを使うと、ラスターレイヤーのように触れた部分が綺麗に消えないことがあります。そういった場合は、透明色のペンツールを使うと自然にね、触れた部分が消えます。私はベクター線のカーブを削る際などによく使うことがあります。消しゴムの使い分けとして、光線を消す場合はベクター用の消しゴムを使って、線を削る場合は透明色のペンツールを使うことをおすすめします。
大きなパーツや大きなストロークを描く際は表示倍率50から 70% くらいで描きます。表示倍率を下げることで大きなストロークを描く際も広い範囲で、ね、手を動かさずに済むので綺麗なカーブも引きやすくなります。ちなみに私は20から 50% くらいの表示倍率で線が綺麗に見えるのであれば、原寸 100% での線は多少荒っぽくても大丈夫かなと思います。長い髪を描くとき、線が迷走して難しいと感じたときは、シルエットを意識すると線がイメージしやすいです。短冊のような形のものを変形させてシルエットを考えるのがおすすめです。はい、だいたい線が引けてきたら、線画の仕上げとして各パーツの輪郭線を太くしたりと、線によりメリハリをつけていけます。さっきねご紹介した通りに透明色のペンツールを使ってカーブを削ったりして線を整えていきます。最後に髪の毛にかかった目や眉毛の処理なんですが、私は若干透かすように処理をしています。まず目レイヤーにレイヤーマスクを作成します。次に右側のレイヤーマスクを選択して、髪とかぶっている部分のマスクを消しゴムで削ります。そしたら最後に削った部分にエアブラシでメインカラーをのせます。という感じで処理をしています。はい、いかがだったでしょうか。少しでもね参考になってくださったら嬉しいです。ちょっとね淡々と説明していったのでテンポを早く感じた方はすみません。個人的にはね解説していた中でこれだけでも変わるかもしれないっていうポイントが、まず複雑なストロークは区切りながら描くこと、次に大きなストロークを描くときは表示倍率を下げること、最後にですね線にメリハリをつけることです。ぜひね試してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイチョー。